えずみのタン、ちょっと前に出ましたね。ちょっとこれを使ってみたいと思います。あ、逆さま。かわいい。いくよ、ね、これでちょっと年賀状を書きます。どっち、こっちか。いきます。ここにうさたんを書いていきます。うさたんちょっと待った、ちょっと太くしようかな。うさたん丸にはもうちょい太い方がいいね。で、うさたんこっちのサタンはグレーにしましょうかね。基準がどうとか言わないでくださいね。もうね、これはね、文字のデザインが良ければ良しとします。だから書き順がどうとかこう言わないようにお願いします。うさぎ、植物も描きたいと思うんですが、こう過去のスケッチとかから探すかなと。これ桜ね。
桜もいいんだけど、やっぱお正月は、あ、ポケとかが、ほら、でもこれじゃちょっとわかんないよね。あ、水仙と乙女椿とかね、これもね3月ぐらいなんですけど、なんかお正月の感じしますよね。水仙、水仙いいよね。でも椿とこれがいいか。じゃあこれちょっと元にして書いてみようかな。でも画面が小さいのでどこまで入れるかですよね。で、まあ水仙だからこの黄色、黄ゆずタンでいきましょう。水仙って花びらここに6枚なんだね。なんかついね5枚のような気がしちゃう。何を言ってるんでしょうか。まあまあこんな感じ。今の段階では多少いい加減で大丈夫。あの後で締めるから。だからなんとなくここにお花があるなぐらいな、そんな雰囲気を醸してくれればいいです。でも一応花びら6枚だよっていうのは意識して、あと真ん中がどこにあるか、あの真ん中のあのカップ状のとこありますよね、あれがどこにあるか見ていただいて、であとあの結構見逃しがちなのですが、こう葉っぱ描くときにこのまだねこの黄色が濡れてるうちに入れるとね、こういい感じになんか絵の具が染み入っていくんですね。こうここで混じり合うというか、私はね割とこれが好きで、であとこの濡れてるうちにこう別の色を刺すというね、垂らし込みっていうんですけど、これもよく使う手ですね。でここら辺に乙女椿を入れようか。乙女椿ピンク、小梅炭です。小梅炭発音変、小梅炭だと可愛いね。小梅炭、はい。で小梅炭ここ行きます。でまあこれあのなんていうんですかね、実際に考えるとかなり渋めのピンクで、本物のこの乙女椿ってもうあのなんていうんですかね、オペラピンクに近いような結構派手めのピンクなんですけども、そこはもうあのこの絵の中でバランスが取れてればいいですから、実際の色と違っても全然構わないと思います。であの椿の葉っぱの色もかなり濃いめの緑だと思うんですけど、まあこの中にそんな色はないので、まあグレーで、グレーというかこれ勝負タンっていう色なんですけど、まあ青ですね、あのこの中でいう、まあそれを緑に見立てます。これが何を描いてるかというと、ここにあのスズラン水仙がこの絵の中ではあるんですね。なんでなんかそれっぽい感じを醸してます。もうね雰囲気でいいです。ここはもうこんだけちっちゃな画面なんで、あんまりねぎゅうぎゅう詰め込みすぎてもよろしくないので、まあこんな感じでいきましょう。葉っぱもあの実際のスケッチとかあの、あの例えば、まあ、教室とかでは実際に花を持ってったりもあるんですけど、あの実
際の花がこうだからってそこにこだわらなくても、なんか特にね、こういう絵手紙というかはがきというか、この中でなんか世界を完結する場合は実際と多少違うぐらいの方がいいです。あのなんか実際こうだからってそこにこだわらずに、この画面の中でどう見、あのこの葉っぱがどういう意味を持つかっていうのを考えて書いていってください。はい、じゃあこれで一旦乾かします。さっきの続きでね、これが超便利なの。あのなんかまあ扇風機なんですよね。でまあ家だったらドライヤー使ってもいいんですけど、あのお外でなんか乾かしたい時とかはもうこれ充電式なんで、あのこうやってお湯にって、もう扇風機はねバカにしちゃいけない、結構乾く。よし、こんな感じ、軽いしね。でここからなんですけれど、こういう金の絵の具もあるんですね。これね、あら蓋がない、あれ蓋はここか、奥運動さんから出てるオーロラ色ってやつで、まあね、私ほぼほぼ金銀しか使わないんですけど、こういう絵はがきみたいなものの場合はちょっと可愛い色があったりしてもいいと思います。でもこれ最後ね、その前にお目目を入れましょう。まあ、ちょっと絵積みの目でいこうかなと思ってます。ちょっとここ集中よ。あ、ちょっと甥っ子たちが来たようです。おばあちゃんの声がします。ちょっとこれから甥っ子たちにねお世話が入るので、一旦ここまでで中断ですね。あ、口が歪んでしまった。やっぱ集中力を変えちゃいけない。じゃあここから先は後で集中してやることにします。またね。はい、先ほどの続きです。うさちゃんのね、顔を描こうとして失敗してたんだよね、確かね。ちびちゃんたちはちょっと今ドラえもんを見てます。うん、ほら可愛い、こんな感じだね。一応目と鼻描けばいいかなと思ってます。で、ゴールドの出番、ここちょっとほら濃いめに色を入れたじゃないですか。でここの上にこう淡く金をのせる。でおそらくこのなんていうんですかね、下の字があんまり薄いとこの金もそれほど出ないんですよ。であえてちょっとずらすとこうなんかいい感じになります。で普段あんまり使わないこのブルーのタールをこういうとことか入れちゃおうかな。これ映像で映ってるかちょっと私は心配なのですが、これ実際に見ると結構キラキラします。まあ受け取った人がうん、ちょっとキラキラしてるねっていうゴール、あ、なんていうんですかね、ゴージャス感みたいなものを感じてくれれば、うん、わかるかな。こうちょっとキラキラしてる、うん、こんな感じでどうでしょうかね。でさっきのこの子、これの続きね。でこれももう絵積みだけでやっていこうと思ってます。絵積みの端だけでね。
で、なので、もう色はそれほどリアルな色にはなりませんが、あ、これやだ、ちょっと先が汚いやつ、ごめんなさい。筆もね、だんだんすり減ってくるんですよ。で、まあ同じ筆なんですけど、こう長さが違ってくるというか、先の感じが違ってくる。古いとね、だんだん描きにくくなりますから、皆さんもちょっと描きにくいなと思ったら筆のせいっていうことは大いにありえますので、もうここからはもうね、普通にこう何なら鉛筆とか使っていいと思います。私はなんか筆のこのこういう感じが好きなんでこれでやってますけど、鉛筆とか色鉛筆とか使って全然構わないです。構わないっていうか、むしろその方が普通かもしれない。
この墨の色綺麗ですね。なんかこのにじみとかが最高にいい感じじゃない？素敵素敵。でこんな感じで、そうですね、こんな感じでいいんじゃない？ダメ、あんまりね、こうなんていうんですかね、リアルに描きすぎても、私はこういうハガキの絵って味がないと思ってて、なんかちょっと抜け感があって、なんていうんですかね、ちょっと想像の余地があるっていうか、見る人が頭の中で補う想像の余地がちょっとあった方が、なんかいいかなと、全部全部こう克明に描くよりね、と私は思っております。あ、そうか、この子をちょっと描いてあげないとね。よし、こんな感じでゆるっと。でやっぱ金入れたいですよね。金入れたいよね。どうしようかな、花びらのとこにちょっと入れちゃおうかな。ちょっとこの水仙の花びらのとことかに淡くちょっと入れちゃいましょうか。あんまりこうなんていうんですかね、ギラギラするっていうよりは、ちょっとだけこうほのかに、ほのかに輝く的な、うん、ほらなんかちょっとリッチ感あるよね。よし、文字どうしましょうね。うーん、初春、迎春、迎春でいいかな。どうしようかな、この色かな。よいしょ、花もりもりっていうよりは、ちょっと梅だけとかでも可愛いかもしれませんね。まあこれはだいたいこれとこれと、あと枝のところにこのブルーですね。こんな感じでやってます。字はね、これ多分これこっちだったと、目の方の生命、青い明るい生命、青めい、うん、こんな感じね。よし、うさぎ年、まあ、こんなのもね、さっき書いたんだけどちょっと失敗かな。まあ可愛いっちゃ可愛いんだけど、もう少しひとひねり欲しいところだよね。はい、こんな感じでございます。で11月20日日曜日、このどうしようかなと思ってるんですけど、この絵摘みのターン、一応お見本は持ってく予定なんですけれど、この全色セット欲しい方は前もって言ってくださいね。
これはちょっと私の好きな樋口優子さんのシール貼っちゃったんだけど、このこういう感じのノートに書くっていうのもやろうかと思って。こうやって絵日記これをやると、あの、なんていうんですか、1日1枚的なこう練習ができるじゃないですか。これでね、結構手を動かすことで伸びると思うんですよ。で、これもね、ちょっと1月これにしようかなと思ってたりします。ぜひまたよろしくお願いします。